は閉めます。はい、ただいま、飯田線の千代駅に到着しました。これから空散歩、天竜橋大橋の方へね、向かいたいと思います。その前に乗ってきた電車に、見送りたいと思いますね。中央駅の出口はですね、ここにしかないですね。こんな駅前広場です。おそらくこれをずっと登っていくんではないかなと思われますので、ここから登っていきたいと思います。はい。川沿いをですね、まあどうでしょう、200メーターぐらい登ったんでしょうか。沢ですね。はい。で、さらにこんな感じでつづれ歩きが続くという感じです。行きましょう。はい、先ほどの道をね、ずっと道なりに来て、こちらにね、もう三遠南進道が見えてます。で、この三遠南進道多分くぐるんじゃないかなと思いますんで、はい、空散歩天竜橋にね、到着しました。ここからなんか公園みたいな感じになってるんですけどもね、こちらに階段がありますので、ここから下っていくのではないかと思います。はい、今空散歩天竜橋のたもとにやってまいりました。今からね、こちらを渡っていくという形になりますね。はい、それでは渡っていきたいと思います。下に見えるのがね、天竜川ですね。飯田線の鉄橋もかかってます。はい、今天竜川の真上にかかってますね。
はい、今特急のイナジ1号がね、天竜川を渡ってきました。もう天竜川のね、上は通過したようですね。はい、これで、一応ね、橋を渡った形になりますね。はい、それではね、パーキングエリアの方にね、向かっていきましょう。もうすぐそこがね、パーキングエリアです。天竜橋のパーキングエリアなんですかね、ここに到着しました。そちらの、キッチンカーの向こうにはね、まだ、雪をかぶったおそらく駒ヶ根かと思いますけども、見えてます。はい、千代駅にね、戻ってまいりました。帰りはね、下り坂ということもありまして、天竜橋のパーキングエリアからだいたい15分ぐらいでね、早足で戻ってまいりました。まもなく、岡谷からね、豊橋まで直通するという飯田線全線とね、直通する佐伯三系の列車3両編成が来ると思いますので、その列車を取りたいと思います。ね、3系1700番になります。じゃあこの辺でね。